7番人気、2番メジロライアン。ちょっと厳しいメンバーですが、検討。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。このレース最も人気を集めているのは東海帝王、1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、アイネス風神。注目の2冠馬娘、メジロライアン。1枠2番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、13番、アイネス風神。期待通りの結果を出せるか。1番人気、東海帝王、マルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。第1コーナー回って第2コーナー、長丁場のこのレースですが、マルゼンスキー早くも先頭に躍り出た。激しい先行争い、アイネス風神内から行く。少し離れて5番、その後ろ13番、後ろ6番、その後メジロライアン、あとはダイワスカーレット、さらに東海帝王、さらにはハッピーミーク、その後3、4馬身開いて成田ブライアン。3番、並んできた。1馬身離れて15番、後から7番、12番、並んできたウイニングチケット、追走。さらに外から11番、少し後ろから9番、意気揚々と先頭を行きます。アイネス風神、どうでしょうこの展開。上がってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ17馬身、先頭から後方まで隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。現在1番手はマルゼンスキー、続きましたアイネス風神、外を回ります。13番、そしてその内から行ったのは5番、それを見るようにメジロライアン、2馬身離れてハッピーミーク。6番、追走ダイワスカーレット、並んでくる。残り 1000m を通過。1馬身差東海帝王、後ろ成田ブライアン。1馬身差3番、あとは15番、少し離れて7番、少し後ろから12番、1馬身差11番、大欅を越え4コーナーへ。互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。気持ちよく逃げている。マルゼンスキー、東海帝王、内で様子を伺う。東海帝王まだ抑えたままだ。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー、400を切りました。2番手争いはメジロライアン、アイネス風神、メジロライアン抜け出した。メジロライアン見事なごぼう抜きを見せる。200を通過、強い。メジロライアンリードは3馬身、メジロライアン足色は衰え、先頭は依然メジロライアン。強さを見せつけてメジロライアン今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。メジロライアン URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優駿たちの頂点が誕生です。2着成田ブライアン、3着に入ったのはアイネス風神。ナイスマッスル、やりました。よし。おう、うん、お願いします。
トレーナーさん、お願いします。ん？一緒に努力した日々、忘れません。